では皆さん、アレン・ヤクラウスです。ここはプログラミングチャレンジ第2週、パーツ3、データ構造の授業です。では、パート1が、パーツ1では、データ構造ってを選択するときに何を考えないといけないっていう話して、で、パーツ2では、C++ の STL でよく使われるデータ構造の紹介しました。パーツ3では、たまに自分で手で、データ構造を実装しないといけないときもありますので、その2つのデータ構造を紹介したいと思います。ですね。どんなときに、自分で実装しないといけないかというと、例えば、なんかそういうふうな複雑なデータのために、アレイとベクターを、エクステンションしないといけないときですね。あとは、なんか何か特別なフィーチャー、特別な機能が必要なときに、あと、インデックスと検索が足りないときですね。あとは、データとデータの間の特別な関係を表すデータ構造が必要。例えば、グラフ。では、今日のビデオでは、2つのデータ構造を紹介します。UFDS と Segment3。それぞれのデータ構造が、問題を、課題、課題を紹介してから、データ構造の話を少しします。では、UFDS のについて、UFDS というのは、Union Find Disjoint Set というデータ構造と言います。あと、課題例としては、UVA の793のネットワークコネクションという問題です。この問題だと、ネットワークの中に M コンピュータがあると想像してください。で、そのコンピュータの中に、つないでるコンピュータとつないでないコンピュータがあります。ネットワークですね。で、インプットとしては、この2つのコマンドが来ています。CIJ。CIJ がコンピュータ i とコンピュータ j がつないでいます。次は QIJ。QIJ がコンピュータ i とコンピュータ j がつないでますかっていうクエリです。ですね。で、アウトプットが、クエリが来たときに、どれぐらい Yes の数と No の数を表してください。例えば、これを見てみましょう。コンピュータが10までがあった場合ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、C、1、2が来た場合だと、1と2をつながります。次は C、3、4が来た場合だと、3と4をつながります。次は Query。Query、2、3来たときに、答えが2と3がつないでないから、答えが No。で、Connection。1と4がコネクトすると、1と4はつながります。で、また Query。2と3が来たときに、今回2と3が2と1がつないで、1と4はつないで、4と3がつないでますので、今回、クエリの答えが Yes となります。ですね。こういうふうな問題です。これはグラフを作るんですよね。ですので、グラフを作ればいいんじゃっていう簡単な考え方なんですけど、グラフがいくつかの、表示方法、データ構造がありますので、この問題だと、つながりの確認だけですので、どんな簡単なグラフ、データ、データ構造を使えるのか。グラフを考えると、そのネイバーフードグラフ、つまりネイバーフードメイトリックス、あるメイトリックス、まず N×N のメイトリックスを初期化して、で、CIJ が来るときに、
NIJ と NJI が1にします。こんな感じですね。前に戻ると、このグラフだと、こういうふうな行列を作って、例えば、1、2、3、4、5ですね。で、1、2をつながるときに、これが1、2と1、2がつなぎました。3と4をつながるときに、まあ、3と4と3と4がつながりました。2と3を探すときに、まあ、2から探して、3につないでないけど、1につないでいます。で、1を探して、3につないでないけど、まあ、幅より探索で調べます。ですね。これはまあ確かに、こうするとこの問題が解くことができます。ただし、どれぐらいコストかかりますかです、ね、新しいコネクションをつながるには、O of 1。まあ結構コストもなく、ただその行列にポンポンって1を入れるだけで早いですね。で、クエリが、幅より探索。幅より探索が、次クラス、グラフのクラスで教えますが、コストが、境点の数、プラスエッジの数。で、境点とエッジが大きければ、このコストどんどん上がることが上がりますので、なんか、もっとよく、なんかもっと早くできないか。少し考えると、この問題だと、ただ2つのコンピュータが同じグループにあるかどうかをチェックしたいだけですので、つながるときに、どのグループがあるのかアップデートすることができるでしょうか。それは UFDS のアイディアです。UFDS のデータ構造が、どのデータとどのデータがつないでるだけの情報を保存します。つまり、それぞれのグループで、そのグループのパレントがあります。例えば、このイメージですと、3が親で、0、1、3がつないでます。2と3がつないでます。14と3がつないでます。ですので、このもう1つのデータが全部つないでると。同じく6と9がつないでますので。ですので、あるグループ、ある、なんかデータの親が知れ、してれば、そのデータが他の同じ親のデータがつないでいます。違う親のデータをつないでません。2つのセットをジョインするときに、パレントをジョインします。で、これは重要なところなんですけど、これは長ければ、まあ、このデータ、この親のキーがすごい長くなると、その親を確認する関数が O of N がになりますが、O of N にならないために、親を確認するたびに、その親のキーがフラットにします。それを見てみましょう。これはさっきの UFDS のデータセットです。例えば、ここだと10の親を知りたい。ちょっとこれをもう少し大きくしましょうか。10の親を知りたい。ですので、find set の10。find set の10をすると、まず10にいて、あ、ちょっと待って、ポーズして、あは、ちょっと元にストーしましょう。10を確認しました。で、10の親は4。4の親は3。じゃあ10の親は3。ですが、ここだけで終わるじゃなくて、戻って、この10の親が3ですので、10は直接3につなぎます。こうすると、その、次を10またチェックするときに、コストは1となります。例えば、また次は、find set 8を見つけます。8をチェックすると、8の親は5。ですので、これで終わります。ですね。で、11、find set 11を調べると、11の親が8、8の親が5。つまり、11の親が5。これが変わってますので、このキーをフラットにします。次はもう一度、11を調べると、1、ステップ1だけで調べますので、まあ、O of 1となります。Amortized O of 1ですね。で、2つのアイテムをジョインしましょう。例えば、9と、7が同じグループになった。ということです。
これをするためにまず9の親が6ですね。次は7。7の親が5を見つけました。で、9と7の親が違いますので、9と6が同じ親にする。ですね。ここが9と6をつないでます。あ、すみません。join ですね。initialize same set じゃなくて、union set。7と9。違うかです。7と9。それちょっともう少しファストにして、9を見つけて、で、7と5。5は7の親になって、で、次は親が違いますので、not same set ですので、つなぎます。ですね。で、次は、union set 5と3を union すると、5と3がつないでるって言いたいです。ですので、5は親で、で、次は3も親で、5と3をつなぎます。で、これは結構深くなってますよね。では、次のアクションが、6と0が同じセットであるかどうかをテストする。6と0は同じセットであるかどうかをテストする。見てる通りに、まず 6の親が5、5の親が3。ですので、5、6の親が3となります。ちなみに、こうすると、6を、なんかこの木をフラットします。次は0、0の親が1、1の親が3。0と6は親が3ですので、answer が yes。で、0もフラットします。ですね。6と0が同じセットとなります。これは UFDS の特徴です。このフラットの操作によっては UFDS の検索のスピードが O of 1になりますので、結構、便利なデータ構造となります。ちなみに自分でこれを調べたいときだと、スライドからここにクリックしてください。では、UFDS の実装。実は UFDS が2つのアレイで実装ができます。P はパレントのアレイで、R がそのルートのアレイとなります。ですね。つまり、R は誰がルートで、P は誰がパレントとなります。じゃあ、まずは、find の関数ですね。find の関数がとても簡単です。X がどのグループに参加してますか？この質問が F の親が誰ですかって同じです。では、X が、return が X イコール PX。If X が自分の親であれば、X を開始します。X は自分の親ではなければ、X が find PX を開始します。つまり、パレントのパレントのパレントに戻します。じゃあ、次は、join。X と Y が同じグループになるの関数を見ましょう。まずは X のパレント、X の親を見つけて、Y の親を見つけます。ですね。もし、X と Y が、親が違ければ、どれが先を調べて、これはどれでも OK ですので、Y の親が X になって、ルートの Y が X のルートとなります。サイズですね。サイズ Y とサイズ X が足します。それじゃなければ、Y の親が X になって、X と Y と同じになります。で、それを開始します。ここにはね、なんかその、キーのフラッテニングがまだ入ってないですね。あ、すみません、入ってますね。なんか P of X が、find p of x。これは p of x 変わりますので、この p of x イコール find p of x だけで、あとそのキーがあとフラッテニングにします。ここも同じですね。で、あとは init。init は、pi がそれぞれ、なんか最初にはそれぞれのアイテムが違うグループになってますので、
それぞれのパレントがサイズが1になります。で、ルート、ルートのサイズが1となります。では、今週の問題を1つ見ましょう。これは、problem 2、walk っていう問題ですね。walk って、なんかちょっとテキストが長いけど、簡単にすると、1万人のセットの中で、友達同士と敵同士がいます。で、もし、このルールに沿います。A と B が友達で、B と C が友達であれば、A と C は友達。A と B は友達で、B と C が敵であれば、A と C も敵です。A と B が敵で、B と C も敵であれば、なら A と C が友達。つまり、A セットと B セットがあって、A セットの中に全員が友達。B セットの中に全員が友達。A と B の間に敵となります。では、インプットがネットワークと似ています。A と I と J が友達ですと設定する。I と J が敵ですと設定する。で、あとは Query I と J と Query Friends I と J と Query Enemies と I と J。まあ、これは、ネットワークと似てますので、ここも UFDS を使うんですよね。ただし、ネットワークと違って、ここはグループは2つがある。敵のグループと友達。この場合だと、UFDS はどういうふうに使えばいいのか。それはまあみんなで考えて、この問題を解いてください。で、アウトプットが、set friend と set enemy が、OK と -1。で、test friend と test enemy が、0が false と1が true。まあ、ネットワークとまるで一緒ですね。まあ、この問題がネットワークと似てるけど、でも2つの関係がある。友達という。いくつか、まあ、この解け方はいくつかがあります。例えば、友達用の UFDS と敵用の UFDS。で、その2つの FDS をシンクロナイズしないといけないですね。あとは、敵と、友達のフラグを入れる。敵グループと友達グループのフラグ。それも、まあ、いくつかの方法がありますので、ぜひ考えてみてください。でも、キーは、UFDS がキーですね、このもの。じゃあ、これは UFDS。今日はもう一つのデータは、Range Maximum Query の問題です。RMQ。この問題を考えましょう。例えば、いくつかの、値があります。18、17、13、19、15、11、20。で、これは、ソートはできません。この順番が変更することができない。例えば、他の順番で、ソートしてるからですね。高さと年でソートして、高さでソートしてますので、年でソートができない。だけど、年の一番、年上の人が知りたい。ですね。それは、その時だと、Range Maximum Query を使いたい。ですね。まあ、Range Maximum Query というのは、そのインデックス N からインデックス M、インデックス X からインデックス Y の間に、一番高い値を見つけたい。このアレイの中で、Range Maximum Query の00が0。まあ、0と0の間に一番高いは0。0と6の間に一番高いは6ですので、答えが6。LMQ の1から4。1から4を見ると、17、13、19、15がありますので、19が一番高いですので、RMQ14 が3ですね。じゃあ、RMQ を早くテストするときに、どのデータ構造がいいなのかですね。まあ、ナイーブメトドは、i から j をループして、で、その中に、マクシムム値を見つかる。これは、NK ステップです。NK ステップですね。なぜか NK ってかというと、1回だけで O of N なんですけど、K 回繰り返すと、まあ、その値の数とクエリの数。クエリの数が大きければ、この ONK が大きくなる。値の数が大きければ、O of NK が大きくなる。ですので、N か K か少なくしたい。じゃあ、それに対して、セグメントツリーを紹介します。セグメントツリーのアイディアが、バイナリー
ツリーなんですけど、バイナリーツリーの内容が値じゃなくて最大、それぞれのサブツリーの最大インデックスを入れます。バイナリー、セグメントツリーをうまく実装すると、キーの作成が OF N。で、キーのクエリがログ N。ですので、NK じゃなくて K ログ N になりますので、早くなります。重要なところがアップデートですね。アップデートを早くすると、アップデートもログ OF N になります。まあ、LMQ のいくつかの実装がありますので、今日は簡単な実装を紹介します。これはアレイベースの実装です。まあ、このセグメント Q も、ビートアルアルゴリスムの中から見ることができます。ちょっと簡単に見ましょう。これはそのセグメント Q です。まあ、見てる通りに、これは値ですね。90、25、70、61、15、14。この値の中でですね、このキーがあって、そのキーの内容がどの値が一番高いのか。例えば、7と7の間に66は一番高いですので、ここは66。66と65が、これはミニモンですね。マックスのセグメントと言いましょう。はい。46と22の間に一番高いが46。46、22、60の間に一番高いが66ですね。この間の中に一番高いこの70、あと97。ですので、例えば1から5の間に一番高いを知りたい場合だと、ここに行けば98ですね。1から6、まあこれは0から9ですので、ここも0から9ですので探したいので、0から2。ですので、2から2、0から1。1から、だから1から、34が一番高いですので、で、1から、1から1は34。で、2から2が、96。で、3から4が98。ですので、まあ、ベストは98。で、5も知りたいからですね。ですので、なんかその、5、9、57、56。56のベストが46。46と78のベストが78ですので、このセグメントのベストが78となります。まあ、レンジクエリしましょう。前言った通りに、1から、6の間にの最大身体ですね。これを探します。このあたりから探して39、49、96、98、98、97、60、46、60なので、98が最大あたりとなります。ですね。片方だけ探すと、例えば1から3を探すと、レンジクエリ1から3。1から3のサイズをすると、まあ、0から9からここからだけ探し上げられていいし、0から4ですので、ここから調べていく。これは0から2。じゃあ、ここを見つけて、2から見つけて、3までを探したいなので、とりあえずここに行って、3から4、99。3から3、99。だから29と、この6、96を調べるので、答えが2の96となります。つまり、ここのアイディアが、クエリの中で、このクエリの、右の、ミニモンと左のマクシモンの間をカバーしている。例えば1から3ですと、この1、1から3、3までを探したい。ですので、この3つの値だけを探したい。これを実装してみると、あまり難しくないですね。まずは、キーの、キー構造の作成です。この VI が、まあ、よく使う、私たちはよく使うの、vector of it。で、ST が、その、キー構造のサイズと A のあれがあって、で、
left がなんかその、そのアレイの右にあるやつ。これはバイナリーのインデックスですので、あと左にいる方がそのインデックスのバイトなんです。で、右にある方がインデックスのバイプラス1となります。で、これを作ると P と L と R を作って、もし同じ L と R 同じであれば、そのインデックスをリストアして、違ければ、再帰的に右側の木と左側の木を作ります。で、木をクエリするときに、まあ、インデックス、この再帰系の RM 系の関数を作ります。i から j を探します。で、これは p がパレントで、右のリミットと左のリミットと i と j の探したいインデックス。これは o log n の検索です。i と j が r と l の、まあ、そのリミットの外にあれば、クエリエンジンの外であれば、まあ、ここで再帰が終わります。で、逆に中であれば、なんかちょうど、あと、そのクエリのレンジが中であれば、その回答を答えます。一部だけレンジの中であって、一部がレンジの外であれば、その L と R がをもう一度計算します。で、最後はアップデートですね。アップデートがクエリと同じように、クエリのコードと似てますので、ただし、新しい値を入れて、そのハッシュをアップデートします。まあ、あと、こんな感じでセグメントクリーを出しますので、まあ、この授業の、あと、主なポイントが、データストラクトルの選択と、地層の選択が、その、アルゴリズムの期間によっては、なんかすごい大きな影響があったと思います。ですので、あと、いくつかのデータ構造で、まあ、皆さん、親しくなって勉強して、問題が出るときに、まあ、この問題の場合だと、このデータ構造を使います。この場合だと、このデータ構造を使います。そのデータ構造が STL とかライブラリであれば、それはそのままで使って、ライブラリにないデータ構造だと、まあ、自分で実装してみて、どんどん実装したデータ構造を何回も使おうと思いますので、そのデータ構造の自分のセルフライブラリをぜひ作ってみてください。いつか役に立ちます。まあ、これは、授業の終わりとなりますので、ちょっと今週の課題について簡単に説明します。2週目の課題がこれです。アーミーバーディスが、まあ、今日話した通りに、そういうふうな、あと、アレイを2つを、うまく、右のアレイと左のアレイを調整すると、あと、できます。一つのアレイ、なんか、あと、リンケッドリストでやると、あと、タイムリミットエクシードになりますので、タイムリミットエクシードに引っかかっている人には、まあ、この授業の一番目のビデオをもう一度見て、どうやってそのタイムリミットエクシードを解けるのかを確認してください。次はグリードサクセッサー。グリードサクセッサーがあまり難しくない問題なんですけど、その二次元のアレイを使いのテストする問題です。ですので、なんか STL のアレイをどういうふうに二次元で実装できるのかをチェックする問題です。ファイルフラグメンテーションがとても面白い問題ですので、これはこのバイナリのデータをどういうふうに保存するのか。いくつかのペムテーションを保存して、正しいペムテーションを計算する。次は和ですね。和が、まあ、先ほど説明した UFDS を使えば。back to 8 queens が、まあ、先の8クイーン問題ですね。これも授業中で解き方も見たことあります。あと、フットボールの問題が、これはソーティングの問題。複雑なソーティングの問題です。ニュースペーパーが、あと、マップとセットを使う問題ですので、もう一度マップのセットのセクションを見て、それはニュースペーパーを使ってみてください。最後は、フリクエントバリューズが、あまり難しくない問題ですけど、あと、セグメント3、タイムリミットでエクシデッド以内に解くために、セグメント3を実装することがありますので、セグメント3の練習のために、ぜひ、フリクエントバリューズ問題を解けてみてください。
ではこれは、第2週が終了になりますので皆さん課題を解くことに頑張ってください。では以上です。